目黒区にあるおしゃれすぎる IoT 新築でペットと暮らす、これが全部叶う物件見つけました。路地裏にある隠れ家的なデザイナーズマンション、もう外観からおしゃれすぎる。オートロックを開けて中に入ると1階のロビーもめちゃめちゃいい雰囲気です。それでは内見スタート。玄関入ると椅子があります。靴を履くときに便利ですね。向かい側には大容量のシューズボックス、ここに姿見があるのも嬉しい。階段も手すりがあるから安心です。2階に上がるとおしゃれすぎる 13.9 畳の LDK。こちらの空間は何でしょうか。下は収納兼書斎スペース、ここでテレワークしたらはかどりそう。上はロフトでした。はしごがマットな質感でコンクリートの色に溶け込んでます。デザイナーさんの小さなこだわりポイントですね。キッチンのこのパープルのようなグレージのような色、めちゃめちゃおしゃれじゃないですか。しかも三口コンロで大容量。大きな窓があるのも嬉しい。ブラインド付きなのでスタイリッシュなインテリアにできそう。この扉は何でしょうか。こちらはサービスルームでした。続いては見た目からしてワンランク上の水回り。トイレのドアはなんとガラス扉で、壁も華やかです。洗濯機置き場と鏡裏収納付きの独立洗面台はこちらです。この洗面台、ブラウンと大理石風の陶器の組み合わせなんです。お風呂は新築だからピカピカ。隣には IoT 設備が揃ってました。こんなにあるから快適に生活できそうです。こちらは 6.1 畳の洋室。ベッドを置いてもいいし、趣味部屋にしてもいいかも。外観も内装もおしゃれすぎるこちらの物件、いかがでしょうか。詳細はコメント欄から。